何曲ぐらい歌のミュージカルで全部で25曲あるうちの私は15曲ぐらい、うん、歌います。それは大変だね。ハモったりするところもなんか釣られないようにとか思ってもう、そうか、基本的にいろいろなそういうことでねハーモニーというのも大変だけども踊りもあるしね、とにかく、まあ頑張ってね、初めてのね、はい、ミュージカルですから大成功のうちにね終わることをお祈りしておりますけどね、それではその新しいシングルをね、聴いていただきたいと思います。今風の中で映画ソングライターの谷山ひろ子ちゃんがね、はい、作詞作曲した曲で、はい、なかなか爽やかな、そうですね、曲だね。なんかこうふわーんっていう感じが好きです。今年の雰囲気に合ってんじゃない、ひょっとしたらヒットする頑張ります、ね、頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さて続きまして、さて毎度おなじみになりましたこのコーナーは今日の出演者から、テレビをご覧の皆様にそして会場の皆様に、クイズが出されます。見事、正解の方にはですね、こちらのグッズをですねそれぞれ今手に持っておりますけど差し上げることになっております。さあそれではまず山中澄香ちゃんのクイズに挑戦する人、はい、めぐみちゃんのクイズに挑戦する人、一番元気があったから君、はい、ちょっと危なそうな顔してるけどねまあいいだろう、はい、じゃあこっちおいで、はい、君名前は吉田です。吉田何歳なの君は。え、二十歳です。二十歳、結構ヒゲなんかはやらかしちゃってさあ、格好つけてるだけ、格好つけてるだけだな。はい、それじゃあ行ってみよう。商品は何ですか。はい、私のサイン色紙とこれなんだろう、ブックなんとか、あの本、本しおりしおりみたいなやつだね。はい、はい、それでは、はい、どうぞ。はい、私が今度やるミュージカル赤毛のアンの中でギルバートがアンに対して人参人参って赤毛をからかうときに
案があることをするんですけど、それは何でしょう。で、3択なんですけど、1番蹴っ飛ばす、2番は石板が割れるほど叩くれ、3番が水をぶっかける。どれでしょう。知らねえな、知らねえなって言ってるんじゃない。2番。2番。なんだっけ2番。なんだっけ2番って出題者が分かんなくなってますけど。あ、石板、石板、あ、当たりです。ピンポン。はい、よかったね、はい、なんだかこのクイズが成立してんだかしてないんだか分かりませんけど、はい、これ、そう、はい、じゃあこれで本を読んでください。はい、はい、どうもありがとう、おめでとう。さあ、続きましてテレビをご覧の皆様にクイズです。はい、じゃあすみかちゃんからどうぞ。はい、みやちゃんと私と、そしてコットンの3組で、全国を回るキャンペーンがあります。クラブキューティーズインビテーションアクトワンスタートって言うんですけれども、それは全国何カ所でしょうか。はい、というようなクイズですね。はい、はい、さあ続いてめぐちゃん、はい、私が2月に発売になったシングル今風の中での作詞作曲をしている方はどなたでしょ う。さっきね、本編中に言いましたね。ちょっと難しい問題です、2人ともね。はい、ご覧のさっきの宛先までお送りいただきたいと思います。それでは